アレグザンダー・マッケンジー、トーマス・ローレンスがカナダナショナルギャラリー所蔵者アレグザンダー・マッケンジーはスコットランドの探検家。スコットランド、アウター・ヘブリディーズ諸島のルイストース島ノーベイで生まれた。1774年、一家でニューヨークへ渡り、アメリカ独立戦争の最中の1776年にモントリオールへ移った。179 17年、 彼は職を求めてノースウェスト会社に入った。そこで彼は1788年にアサバスか越えたビシテフォートチペビアンを見つけた。彼はノースウェスト会社でパートナーとして働いていたピーター・ポンドを自分の公認に送った。ポンドから先住民たちが北西へ流れる川があることを知っているという話を聞き、この情報をもとに 1789年7月10日、カヌーを操って出発した。当時は太平洋と大西洋を結ぶ北西航路発見への期待が大きく、彼は河口が北西へ向かい太平洋へ出ることを期待していたが、最終的には北極海に到達し、彼は川を失望の川と名付けた。後、川は彼にちなみマッケンジーガーと名付けられた。1791年、 マッケンジーは測定法の新しい知識を身につけるためイギリスへ渡った。1792年に帰国し、再び太平洋へ向かうルートを見つける旅を計画した。先住民のガイドとフランス人探検家を同行させ、マッケンジーはピース川をたどり、ホートフォークを出発。マッケンジーはフレイザー川の上流を発見し、1793年7月20日、 カナダ太平洋岸に到達した。彼はカナダ横断に成功した初めてのヨーロッパ人となった。彼はこのまま旅を続行したかったが、ヨーロッパ人に友好的でないニューホーク族が協力的でないことがあり、断念した。彼の再生探偵で、マッケンジーはカナダのアレックス・マッケンジー、ここに至る、1793年7月22日と岩に刻んだ。 1802年、彼はその功績を称えられ、サーの称号を得た。1804年から1808年まで、カナダ立法府の議員を務めた。1812年、マッケンジーは結婚し故郷へ帰った。1820年、腎臓の病気で死去。スコットランド本土西部のロスアンドクロマティ地方、アバックに葬られた。ありがとうございます。